ある岡山市。今回のテーマはこちらです。具体的にどういうことですか？岡山市ではこれらの事業を通じて地域を元気にするための活動やビジネスを支援しています。熱い志を持った人たちを応援しているんですね。今回はその中から地域資源を活用したユニークな事例をご紹介しましょう。岡山ってやっぱり全国的に見ても桃って言われてるのに、桃の木に桃がなってるのを見たことがなかったり、意外に桃に触れる機会が少ないっていうのを感じたんですね。僕は桃博士になってもらいたいぐらいの思いで、桃の畑をもっとリアルに感じてもらえるような施設にしていきたいですね。この呉服通り、非常にいろんないい風情を残した建物ですとか風景ってあるんですけども、でそれをまあなんとか活用できないかっていうところで立ち上げた施設になります。観音院さんの境内の黒金餅の木の酵母を採取して発酵させたビール、地元産のものにこだわってこれからも作っていきたいなと。もう本当に西大寺に来られたことのない方に、まあ知っていただく一つのきっかけになるような施設になっていきたいですね。地域外の若い子たちに向けて、この古久市という場所を知ってもらうために朝市をしようということになりました。でも岡山市内にこう海が見えてこういうロケーションでっていうのがやっぱないじゃないですか。なかなか海もあって山もあっていい場所に住みやすい場所なんで、まず知ってもらって、できれば住んでもらいたいなと思ってます。近くに知り合いが少ない中で子育てをしていると本当にこう行き詰まっていくことがあるんですけど、その中でやっぱ地域の人とかご近所の方とこう知り合いになれたら、どんどんこう子育てが楽になったりとか、友達がたくさんできて子どもたちも楽しいっていう風な感じになるんじゃないかなっていうのを思って活動を始めました。子どもたちからおじいちゃんおばあちゃんまで使える地域の縁側にしていきたいと思います。